法隆寺は、奈良県三駒郡斑鳩町法隆寺山内にある、聖徳宗の総本山の寺院。斑鳩寺、法隆学門寺としても知られる。法隆寺は7世紀に創建され、古代寺院の姿を現在に伝える、仏教施設であり、聖徳太子ゆかりの寺院である。創建は、近藤薬師如来像光拝命、上宮、聖徳法王帝説から水古15年とされる。 近藤五十島を中心とする西ガランと夢殿を中心とした東ガランに分けられる。境内の広さは約18万7千平方メートル。西ガランは現存する世界最古の木造建築物群である。法隆寺の建築物群は法規寺とともに1993年に 法隆寺地域の仏教建造物として、ユネスコの世界遺産に登録された。建造物以外にも、アスカ、奈良時代の仏像、仏教工芸品など、多数の文化財を有する。近藤と五重塔祭院回廊と大行堂堂像、薬師如来像堂像釈迦三尊像木像四、天皇像の内像頂点精霊院夢戸の東部、ワールドスクエアにある、法隆寺祭院藍の模型。 回廊の南面に注文を廃し、回廊内には東に近道、西に五十棟を廃す。これらの背後に見える、入りも屋屋根、単層の建物は大行道、その手前左右にある切妻屋根、牢造りの小建物は、主牢と経造。木造観音菩薩像万字軸寿司高覧と人字型、割りた幕もひじき放流寺のあるイカルの地は、 生駒山地の南端近くに位置し、山和川を通じて、山和国と河地国とを結ぶ交通の要衝であった。付近には、藤の木古墳をはじめとする多くの古墳や古墳時代の遺跡が存在し、この地が古くから一つの文化圏を形成していたことを伺わせる。日本書紀によれば、聖徳太子こと馬屋と王子は、水古9年、飛鳥からこの地に移ることを決意し、 旧室の建造に着手、水子天皇を13年に、イカルガ宮に移り住んだという。法隆寺の当院の所在地が、イカルガ宮の古地である。このイカルガ宮に接して建立されたのが、イカルガ寺、すなわち法隆寺であった。明治時代の半ばまで、法隆寺の祭院伽藍の建物は創建以来一度も、火災に遭わず、水子町に、 聖徳太子の混流したものがそのまま残っていると信じられていた。しかし、日本初期には、天治天皇9年に法隆寺が全焼したという記事のあることから、現存する法隆寺の伽藍は、火災で一度失われた後に再建されたものではないかという意見が、明治20年頃から出されるようになった。これに対し、初期の記載は信用できず、祭院伽藍は、 水戸朝以来焼けていないと主張する学者たちもおり、両者の論争は、その後数十年間続いた。石田重桜による、昭和14年の旧ランの発掘調査以降、現存の法隆寺サインランは、聖徳大子在世寺の建築ではなく、一度消防した後に再建されたものであることが、決定的となり、再建、非再建論争には終止符が打たれた。 原尊の祭院伽藍については、自童7年に法隆寺で二王会が行われていることから、少なくとも、伽藍の中心である近藤は、この頃までに完成していたとみられる。同じく、資材庁によれば、和道4年には50頭諸僧安置の祖蔵群や、中門安置の混合力士像が完成しているので、この頃までには50頭、中門を含む祭院伽藍全体が完成していたと、 見られる。現、西ガランの南東に位置する若草ン跡が消失した創建法留寺の跡であり、この伽ンが水湖町の根流であったことは、発掘調査の結果や湿度瓦の年代等から、定説となっている。また、昭和14年、当院の建物修理工事中に、地下から掘った手柱建物の跡が検出され、これがイカルガグの一部であると推定されている。 日本仏教の祖としての聖徳太子の実像については、20世紀末頃から再検討がなされており、初期などが伝える聖徳太子の実跡はことごとく、絶像であるとする主張もある。ただし、こうした聖徳太子秘術財論に対しては、根強い反論もある。また、聖徳太子秘術財論説を唱える大山聖一も、馬屋と王子という皇族の存在と、 その人物が、イカルガデラを建流したことまでは否定していない。近藤の、東の間に安置される銅像薬師如来座像の、光拝命には、陽明天皇が、自らの病気併誘のためガラン建流を発願したが、陽明天皇がほどなく、亡くなったため、意志を継いだ、水古天皇と聖徳大使が改めて、水古天皇十五年、像と寺を完成したという趣旨の記述がある。 しかし、聖誌である、日本書紀には、法隆寺の創建については何も書かれていない。前述の近藤薬師如来像については、昭和8年、福山敏夫により、という疑問が提出された。この説は概ね支持を得ており、薬師像は、文字通り607年まで遡る政策とは、みなされていない。また、近藤の中央に安置される本尊は、623年に、 聖徳大子の冥福のため取りが作ったという内容の光拝命を持つ釈迦三尊像であり、これより古い薬師如来像が東の間に安置されて脇仏のような扱いをされている点も不審である。皇玉天皇二年、蘇我イルカが山城の大慶王を襲った際にイカルガグは消失したが、法隆寺はこの時は無事だったと考えられる。なお、 八角堂の夢殿を中心とする、東院伽藍は、天平十年頃、行進僧図が、イカルガグの旧地に大使を忍んで建立したものである。養老二年に、県、犬飼立花道代が、西演堂を建立したとする伝承がある。また、娘の孔明皇豪が、多額の寄進を行い、孫娘の立花、小中里氏の居所が寄進されて伝法院になったのも、 彼女たちの法隆寺への信仰も三千代の影響と考えられる。その後、聖徳太子の弟雷イメ子の子孫と伝えられる、富士の支配下に置かれていたが、平安時代初頭には、富士からの自立への動きが強まった。この過程で法隆寺川と富士との間で発生したのが、全安氏訴訟事件である。延長3年には、サインガランのうち、大行堂。 首脳が消失し、大行動が再建されたのは、数十年後の省略元年のことであった。以後、影響を7年に、南大門が消失するなど、何度かの火災にあってはいるが、前山を消失するような大火災にはあっておらず、建築、仏像を、はじめ、各時代の多くの文化財を今日に伝えている。近世に入って、慶長年間には、豊臣秀頼によって、 元禄宝永年間には、江戸幕府五大将軍、徳川綱吉の聖母継承院によって、ランの修造が行われた。明治時代になると、神仏分離が行われ、陳述者であった辰田明神と天馬宮が、法隆寺から独立している。1869年には、天馬宮に、法隆寺境内にあった、宗社明神、御所明神、白山権元が移された。 しかし、廃物希釈の影響で寺の維持が困難となると、1878年には、館長千葉や城長の決断で、聖徳太子画像をはじめとする300件余りの宝物を当時の皇室に建納し、金1万円を貸しされた。これらの宝物は、法隆寺件の宝物と呼ばれ、その大部分は現在、東京国立博物館の法隆寺宝物館で、 保管されている。明治の初め頃には、新言州に所属するようになっていたが、1882年には、幸福寺と共に、宝章州として独立する。1934年から、昭和の大修理が開始され、近藤、五十島をはじめとする諸道宇の修理が行われた。昭和の大修理は、第二次世界大戦を挟んで半世紀余り続き、 1985年に至ってようやく完成記念法要が行われた。この間、1949年には修理解体中の近藤において火災が発生し、近藤所層内部の柱と壁画を焼損した。このことがきっかけとなって文化財保護法が制定されたことはよく知られる。昭和の大修理の際に裏山に築定して貯水池を建設。 そこから境内に地下配管して自然水利による消火栓を建設した。1949年の近藤火災に際して初期消火に活用された。1950年に法省州から独立し小徳州を設立している。1981年からは昭和資材庁調査として寺内の膨大な文化財の再調査が実施され、 多くの新発見があった。調査の成果は、法隆寺の司法昭和史在帳として、小学館から刊行されている。明治時代の半ばまで、法隆寺のサイン院伽藍の建物は創建以来一度も火災にあっておらず、明鳥時代に、聖徳大使の混流したものがそのまま残っていると信じられていた。しかし、歴史学や建築史学の進歩とともに、 現存する、法隆寺の伽乱は、火災で一度失われた後に再建されたものでは、ないかという意見が、明治20年頃から出されるようになった。消失と再建が疑われる時代には、人身の乱という、大きな内乱が起きており、第38代、天智天皇の息子である、第39代公文天皇の朝廷が、天智天皇の弟とされる、大甘王子に敗北し、 大天王子が第四十代天皇になっている。その大天王子は、戦費の立てた、北魏の文化の影響を大きく受けていた人物で、あるという説もある。日本初期、天智天皇9年に4月30日上には、夜半の後、西法流寺一夜無余り、法流寺に災ざわい蹴り、一夜も余ることなしとの記述があり、これを信じるならば、 法隆寺の佳蘭は六百七十年に一度消失し、現存する、西陰佳蘭はそれ以後の再建ということになる。最初に再建論を唱えたのは、旧三戸藩士で、歴史家の完成優とされ、黒川より、小杉温村も、明治二十年代に再建論を唱えている。一方、初期の当該記述は信用できないとして、現存する、西陰佳蘭は、水古町のもので、 焼けてはいないとの主張が、関野正と平子拓礼により、明治38年に相次いで発表された。建築士の研究者である関野は、建築様式や建築に用いた尺度などの観点から、西印伽藍は、水古町のものであるとした。関野によると、法隆寺西印伽藍の建築には、古い尺度である高来尺が使用されているが、 大化元年を境として、以後は、到尺が使用されるようになった。従って、祭院伽ンは大化以前のものでなければならないとする。平子は、関詩一雲作関節を唱えた。初期は、江戸による、記念法を採用しているが、江戸は60年で一巡するため、初期の法隆寺火祭の記事は、ジ年代から60年、ずれているとする説である。 聖徳太子伝補欠期という書物に、後五年4月30日夜半有祭イカルガデラという記載があるが、平子はこの、高5を、西暦670年ではなく、聖徳太子在世中の610年のことであるとし、初期の変者は、水古天皇18年の後五年に起きた火災の、話を誤って60年後の天示9年の、後五年の城に入れてしまった。また、 610年の火災は小規模なもので、現存する、サインガランは、水戸朝から焼けていないと主張した。これに、直ちに反論したのが歴史家の北定吉である。北は、消失したガランが、元の礎石を用いて再建されたのなら、尺度も古い高来弱が使われているのは、当然だとして、石の説を批判した。平古説については、 補欠期には信用できない記述が多く、これをもって、初期の670年法流自家祭の記事を否定することはできないとして、これをも知り添けた。こうした、再建論者、被災建論者の論争は、昭和期まで続いた。昭和期になると、関野ただし、足立康氏らが、二次説あるいは、新被災建論と呼ばれる新説を唱える。関野は、 従来の辞説を改め、二次説を発表した。法隆寺の境内、現、西院伽藍の南東に位置する空地には、若草伽藍跡あるいは、若草寺跡,跡と呼ばれる場所があり、東跡の古い祖先が残されていた。関野は、陽明天皇のために作られた、薬師如来を本尊とする伽藍と、聖徳太子のために作られた、釈迦如来を本尊とするガランとは別の寺であり、 670年に焼けたのは後者であるとした。二次説は、古くは北畠春房という人物が唱えていたが、論文として交換されたものでなかったため、一般には知られていなかった。足立康氏の新被災見論は、陽明天皇のために作られた薬師如来を本尊とする歌唱、陽明寺と聖徳太子のために作られた釈迦如来を本尊とする、 釈迦如来を安置する歌唱、大詩寺とがあり、670年に焼けたのは前者で、あるとする。後に、足立は、二つの寺院が対立していたのではなく、一つの法隆寺の中に、釈迦像を祀る、釈迦堂があって、その更新が、現、サインダランであるとした。1939年に、石田茂桜によって、若草下がらん後の発掘調査が行われた。 その結果、このガランは現存する、サインガランとは異なり、南に東北に近道が南北方向に配置される、四天王寺式ガラン配置であること、道等が真南に面しておらず、ガラン配置の中心軸が北西方向へ20度ずれていることが分かった。一方、現存するサインガランの道等は南を正面とし、 ガランの中心軸はほぼ地図上の南北に一致している。したがって、仮に、若草寺と、法隆寺の二字が、同時に存在していたとすると、中心軸の方角が大きく異なるガランが近接して、立っていたことになり、不自然である。また、若草ガラン後から出土した瓦は、丹弁蓮下分の軒丸瓦と、手彫り人道から草分の軒平瓦を組み合わせた。 古い様式のものであった。こうしたことから、若草仮覧跡こそが創建法隆寺であり、これが一度消失した後に改めて建てられたものが、現存する、法隆寺再院仮覧であるということは、定説となっている。史材帳によれば、自童天皇7年、法隆寺にて、二王会が行われ、天外等が支入されていることから、現、再院仮覧のうち、 少なくとも近藤はこの年までには混流されていたと見られる。同じく、資材庁によれば、和道4年には50頭諸僧安置の祖像軍と、注文安置の混合力指導が完成しており、同年頃までには50頭、注文を含めた祭院ランが混流されていたと見られる。以上のように、再建非再建論争に関しては、再建論に軍配が上がった形である。 ただし、創建法隆寺の消失は、初期の有670年であったのか否か、光玉天皇2年の上宮王家滅亡後、誰が、西陰河蘭を再建したのか、現存の西陰河蘭が創建法隆寺とは別の位置に建てられ、建物の方位も異なっているのはなぜか、近藤、五十島などの正確な近隆年はいつか、現、西陰近藤安治の釈迦三尊像と、 薬師如来像は本来どこに安置されていたのかなど未解明の謎はまだ残っている。現、サインガランのある土地はかつて存在した尾根を削り両側の谷を埋めて整地した後に建てられたことが分かっておりなぜそのような大規模な土木工事をしてまでガランの位置を移したのかも謎である。被災権論の主な論拠は建築史上の様式論であり 咳のただしの一つの時代には一つの様式が対応するという信念が規定にあった。一方、再建論の論拠は文献であり、北定吉は文献を否定しては歴史学が成立しないと主張した。論争は長期に及びなかなか決着を見なかったが、1939年、石田茂作によって聖徳太子当時のものであると考えられる前進の仮覧。 四天王寺式伽藍配置の、いわゆる、若草伽藍の遺構が発掘されたことで、再建であることが、ほぼ確定した。また、昭和の大修理で明らかになった、新事実もそれを裏付けている。2004年12月、若草伽跡の西側で、7世紀初頭に描かれたと思われる、壁画編、約60点の湿度が発表された。この破片は1。 摂氏000度以上の高温にさらされており、建物の内部にあった壁画さえも焼けた、大規模な火事であったと推察される。壁と共に出土した、焼けた瓦は7世紀初頭のアスカ様式であり、壁画の様式も、線の描き方が、現、法隆寺のものより古風であるという。出土した場所は、当時深さ約3メートルほどの谷であったところで、焼け残ったが歴として、 ここに捨てられたと見られている。実際に消失を裏付ける、高校遺物が多数発見された。最近の研究2004年、奈良文化財研究所は、仏像が安置されている、現在の近道の屋根裏に使われている木材の、年輪を高精度デジタルカメラで撮影した。その画像から割り出した結果、混流した年の年輪年代測定を発表した。 それによると、法隆寺近堂、五0頭注文に使用された檜の木や杉の部材は650年代末から690年代末に伐採されたものであるとされ、法隆寺サインガランは7世紀後半の再建であることが改めて裏付けられた。問題は、近堂の部材が年輪年代から見て650年代末から669年までの間の伐採で、 日本初期の伝える法隆寺延長の年である670年よりも前の伐採等見られることである。伐採年が日本初期における法隆寺の消失の年を遡ることは若草伽藍が消失する以前に現在の伽藍の建築計画が存在した可能性をも示唆するものであるが、これについては若草伽藍と現在の伽藍の敷地があまり重なり合っていないことから、 現在のガランは、若草ガランが存在している時期に建設が開始されたのではないかと考える研究者も存在する。なお、50頭の新柱の溶剤は、年輪年代測定によって確認できる最も、外側の年輪が594年のものであり、この年が、伐採年に極めて近いと発表されている。他の部材に比べて、なぜ新柱材のみか。 特に古いのかという疑問が残った。新柱材については、聖徳太子総研時の旧材を転用したとも考えられている。また、川端俊一郎は、法隆寺の物差しは、高麗弱ではなく、中国南朝釈の材であるとしている。1972年に梅原武氏が発表した論考隠された十字架は、 サインガランの注文が島で中央に柱が立っているという得意な構造に注目し、出雲大社との類似性を指摘して再建された法隆寺は王権によって子孫を抹殺された聖徳太子の怨霊を封じるための寺なのではないかとの説を主張した。歴史学研究者の間では一般的な怨霊信仰の成立が、 奈良時代末期であることなどを指摘し、おおむね、梅原説には、批判的であった。梅原は、夢殿本尊の旧正観音には、背中がなく、体は空洞であるとした上で、この像は、前面からは人間に見えるが、実は、人間ではない、人間としての大使でなく、音量としての大使を表現したものだとした。しかし、これは事実誤認で、実際には、 旧制観音像は丸彫り像であり、背中の部分も造形されている。これはアーネスト・フェノロサの、東は美術シズナ中の旧制観音にかかる記述に、背後は中空なりとあり、フェノロサの語気をそのまま引き継いだための誤解であろうと指摘されている。また梅原は旧制観音の後輩が直接太い大きな釘で仏像の頭の真後ろに、 打ち付けられているとした上で、釘を打つのは図祖の行為であり、殺意の表現なのであるとした。実際は、旧姓、観音の後頭部にあるのは、太い釘ではなく、単なる後輩取り付け用の金具である。このように、仏像の後頭部に設けた金具屋によって、後輩を固定している例は、法隆寺近道四天王像、法隆寺県の王宝持の四十八大仏などに例が、 見られ、図書の行為等の解釈は当たらない。このように、梅原の、隠された十字架の諸説は、基本的な事実誤認に基づいて、推論を重ねている部分が多いため、美術視野からは、厳しい評価を受けており、ほとんどの美術視野は、あえて正面から反論しなかった。とはいえ、本書が与えた影響は大きなものがあり、山岸良子は本書に、 直接のインスピレーションを得て、日出所の天使を発表したという。また建築家の竹沢周一は、注文の中心にある柱が、音量封じのためであるという梅原の説は、知りけつつも、梅原の問題提起を高く評価し、イー・フー・トゥアンなど現象学的空間論を援用しながら、放流自際因果乱の空間設計が、 それ以前の四天王寺様式が持つ圧迫感を和らげるために考案されたものであり、先行するくだら大事や川原寺で試みられた四天王寺様式を横にした空間構築の完成形であったのではないかと論じている。国宝、入りもや作りの二重仏堂。桁行き五軒、張間島、二重、所葬の腰付。上層には部屋はなく、 外観のみである。二重目の軒を支える四方の竜の彫刻を刻んだ柱は構造を補強するため修理の際に付加されたものであるが、その年代については諸説ある。近藤の壁画は日本の仏教絵画の代表作として国際的に著名なものであったが、1949年壁画模写作業中の火災により、諸僧内人の壁と柱を称損した。 黒焦げになった旧壁画と柱は減損しており、寺内大宝蔵院東側の収蔵庫に保管されているが非公開である。なお、解体修理中の火災であったため、初層の残し部分と上層のすべて、それに道内の処物は何を免れた。この火災がきっかけで文化財保護法が制定され、火災のあった1月26日が文化財防火デーに、 なっている。道内は中の間、東の間、西の間に分かれ、それぞれ社間如来、薬師如来、阿弥陀如来を本尊として安置する。1949年に焼尊した壁画については、法隆寺近道壁画を参照。近道の焼尊した壁画と内陣の部材は、大宝蔵殿裏の収蔵庫に保管され、長年非公開となっている。 収蔵庫の耐震性に問題がないことが判明したことから、法隆寺では、小村壁画を将来公開する方向であり、2021年を目戸に公開の時期と方法が検討されている。国宝。木造五十棟として、現存世界最古のもの。木腰付きで、高さは32.55メートルであり、初茂から50までの屋根の低減率が高いことが、 この塔の特色で、五重の屋根の一辺は初重屋根の約半分である。初層から四重目までの柱間は通例の三軒だが、五重目のみ二軒とする。初重内人には、東面、西面、南面、北面それぞれに塔元四面具と呼ばれる素像の群像を安置する。この素像に使用された粘土は、寺の近くの土と成分が、 ほぼ等しいことから近くの土で作られたと推測される。当面は、ゆいま行に登場する、文殊菩薩とゆいま孤児の問答の場面、北面は、釈迦の涅槃。西面は文斜利の場面、南面は、弥勒の浄土を表す。北面の釈迦の入滅を悲しむ、普通弟子の像が、特に有名である。五重塔書層内部にも壁画があったが、 漆喰が上から塗られたことなどが原因で剥落してしまっている。深層は地下3メートルにあり、深層内からは1926年にガラス製の車ャリボとこれを収める金製、銀製、響き銅製の容器からなる車利容器が発見された。なお、車利容器は調査後、元の場所に収められている。くだ観音像をはじめとする時報を公開している。 くだら観音堂及び東宝堂の西宝殿からなる建物で1998年に完成した。銅像観音菩薩像玉虫寿司また、仏画、仏具、武学面、経典なども随時展示がをしつつ公開されている。保存上の理由から常時公開されていない時報として四期獅子狩り文金、黒うるしら伝卓などがある。 法隆寺伽藍の空中写真国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成書道に安置される仏像についての詳細は法隆寺の仏像を参照注文今度五十等大行堂木造美写門店吉祥天蔵塑像等本四面具の内東面寺写像 北面菩薩像木造聖徳大子像木造観音菩薩像サインガランは、南大門を入って、正面のやや小高くなったところに位置する。向かって、右に近道左に五十頭を廃し、これらを平面、凸地型の回廊が囲む。回廊の南正面に注文を開き、注文の左右から伸びた回廊は北側に立つ、大行道の左右に接して終わっている。 回廊の途中、突寺の肩のあたりには東に首牢、西に胸像がある。以上のランをサインランと呼んでいる。近藤、五十頭、注文、回廊は、聖徳大子在世時のものではなく7世紀後半頃の再建であるが、世界最古の木造建造物群であることは間違いない。近藤、五十頭、注文に見られる建築様式は、 組物に雲と、雲ひじきと呼ばれる曲線を多用した部材を用いること、建物四隅の組物が斜めに伸み出ること、万字崩しの降乱、それを支える、人字型の束などが特色である。これらは、法隆寺近堂、五十頭、中門、法貴寺三重刀、法輪寺三重刀のみに見られる様式で、アスカ様式とされる。党員画乱は、 聖徳太子一族の住居であった、イカルガグの後に混流された。法隆寺桃院演技によると、天平11年、イカルガグが荒廃しているのを見て嘆いた、創業神により創建された。回廊で囲まれた中に、八角円道の夢殿が立ち、回廊南面には、雷道、北面には、エデン及びシャリデンがあり、エデン及びシャリデンの北に接して伝望堂が建つ。 伝報道党員主郎詳細は、法流事件の宝物を参照。明治維新以後の廃物希釈により、民衆による破壊にさらされ、さらに幕政時代のような政府による庇護がなくなった。全国の仏教寺院は、財政面で、困窮の淵にあった。また多くの寺院は、道等が、老朽化し、重みで落ちそうな屋根全体を鉄棒で支えるような、状況に至っていた。 文明開化の時代に古い寺社を文化遺産とする価値観はまだなく、法隆寺はじめ多くの寺院が存続困難となり、老朽化した伽藍や道具を帰却するか売却するかの選択を迫られた。法隆寺は1878年に貴重な寺法300件余りを皇室に建納し、1万円を貸しされた。 この皇室の援助で7世紀以来のラニア道具が維持されることとなった。皇室に建合された宝物は一時的に焦燥院に移された後、1882年に帝室博物館に法隆事件農業物として収蔵された。第二次世界大戦後、宮内省所館の東京帝室博物館が国立博物館となった際に、 法隆寺に変換された4点と宮中に残された10点の宝物を除き、すべてが国立博物館像となった。さらにその後、宮中に残された宝物の一部が国に譲られ、これら約320件近くの宝物は東京国立博物館法隆寺法持館に保存されている。国宝建造物美術工芸品が聞くえば金が鳴るなり、 法隆寺、正岡式銅道像阿弥陀三尊像重要文化財、建造物絵画彫刻古芸品書籍転籍、古文書考古資料、歴史資料出展、2000年までの指定物件については、国宝、重要文化財大前別館による、再演道、精霊院等は、無料で、廃館化。その他の書道及びシーンは原則として、非公開。ただし、 下記の書道は技術を限って公開。ありがとうございます。